ララララララライト。ああ、刹那圭介です。次やっていきたいと思います。ライト第2部。で、前回のパート、春が操作しとったんやけど、FE な一人での行動になります。どんどん進め。ジャライロ、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 なんもない。前もなんもなかったな。ジャライロ、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 なんか操作がうまくいってない気がする。いろいろつまいよ、今のつまいよ。ジャライロ、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 なんもない。チャラヨ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 おらんようになってる。あのマスターのお姉さん、マスターのお姉さんおらんようになってる。チャラヨ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 。あ、ここ開いてない、ここ開いてないか。チャラヨ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 って何やろ。今さら今さらやけど、あれここ誰かおらんかったっけ、おらんかったっけ。いまいち覚えてない。これ前のパート収録したんが結構前やけんね。チャラヨ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 チャラ。あ、お前一人でおるんじゃ。いつもはお姉さんどこ行ったん、マスターのお姉さんどこ行ったん、な、何かよ。遊びたい、遊ぼう。え、なんなんだそれ。え、お前そんなガキなんみたいな、そんな子供みたいなことするみたいな。あ、そう？うん、いいよ、やったー。何して遊ぶ？私のおすすめはね、麻雀。一緒にお金かけ合って麻雀やろうよ。絶対麻雀やらないなこれ。さっき僕がドラゴン買って聞いたよね。うん、もしも、もしもね、僕がドラゴンだとしたらさ、僕が生まれた理由って、ドラゴンが生まれる理由って、君はわかる？わかんない。私の知ってるドラゴンさんも、そういうことは言ってなかったし。そっか。私ね、嘘を食べるんだけど、なんで食べるのか自分でもわからないもん。うまいとかそういうんじゃない、食欲を満たすためとかそういう理由でもないんかな。感覚なんやな、とりあえず感覚で食いようやな。嘘を食べる、僕と似てるね。ウィル君も嘘食べるの？嘘じゃないけどね、違うもの。それを食べないとお腹がいっぱいにならないから食べる。あ、やっぱりマンクス、マン、え、満腹中枢ってやつじゃん。満腹中枢がなんか満たされんけんみたいな、医学用語で言う満腹中枢ってやつじゃん。でも、なんで食べるのか、僕もわからないや。わからないまま終わる、そんなのは嫌ですね。大丈夫だよ。時間かかるかもしれないけど、絶対見つかるよ。ポジティブ精神、ライア。本当？パパは嘘つくけど、私は嘘つかないよ。私も頑張って探す。だから、悲しい顔しちゃダメ。わ、なんか精神的に成長しとる気がするな、フィーナ。まあ、成長しとんやけど、成長しとんやけどね。ただね、ドラゴンってね、年齢が、寿命が長い分さ、どれくらい人間の年齢に例えたらどれくらいの成長なんか、わからんな。うん、ありがとう。僕も頑張って探す。自分のことだもんね。パパってさっきの大きい男の人のこと？あ、パパって呼んだことを内緒にしてね。怒れちゃう。うん、大丈夫だよ。なぜ怒られるのかってパパって思ってほしくないからかな、わからないけどね。ハロルドは、まあ、ロリ好きのロリコンではないからね、そういう関係で思われたくないんだろうね。そういうことにしとこう。僕もね、マスターのことたまにお母さんって呼んじゃいそうになるから。あんなさ、あんなセクシーな お母さんがおったら俺さ、鼻血ブーするわ、毎日鼻血ブーするわ。母さんからおはようって言われた瞬間、鼻血ブーするわ。そっか。じゃあ私だけじゃないんだ。君はそのパパさんのこととても好きなんだね。うん、大好き。殺しちゃいたいくらいに。ヤンデレはやめろ。ヤンデレ好きじゃない人もいるんだぞ、これを動画を見ている人はな。俺もその一人だって。とっても美味しそうな匂いがするもん。え、あ、
今の忘れて、どうした、いきなりどうした、なんかすっごいなんか重要そうなこと言ったぞ、なんか匂いがするとか、え、羊やけん匂い嗅がないタイプかと思ったんやけどな、嗅ぐタイプだったんですね。いや、羊嗅ぐタイプ嗅がないタイプとかあるか知らんけどね。うん、てか動物を嗅ぐタイプ嗅がないタイプで分けるのはどうかと思うけどね。何が、どれのこと、なんでもないよ、そろそろ僕も準備しないといけないから、またね、またね。てこれ何の準備だろう、え、何の準備だろう、まさかギャンブラーでさ、コインとかカードとかの準備とかするん、あ、客相手にお金稼ごうとしてるな、この年で。勇ましいぜ。うん、バイバイ。よっしゃー。できれば、なんだ、名前忘れたけどさ、なんかチャラい男がおったところ、ここ、おるわ。よっしゃ、話せ、話せ、話し相手になれ。5分だけでもいいとは言わずに、もう1時間、2時間話したるけんな。やあ、お嬢さん、お兄さんと遊ばないか。お前が言うたらこの遊ばないって意味がさ、すっごいいらしい方向に持っていくんですけど。よっしゃ、ここは嫌だって言うとくわ。変な人と遊んじゃいけないってハルが言ってたからダメ。変な人扱いしてる。まあ俺は変な人って思ってるけどな、こいつのこと。へえ、なかなかしっかり教育されてんのな。だがそれは新しい出会いも潰す行為だ。たまには冒険しなきゃ刺激がないぜ。エフィーナの脳内会議。新しい出会い、新しい刺激、なんか楽しそう。脳内会議終了。遊ぼう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 。ねえねえ、何して遊ぶ。ちなみに私が得意なのは麻雀。そうだな、酒とか出す以外にここで手品やってるんだけどさ、その練習に付き合ってくれないか。それ遊びって言うの、それ遊びって言うの。僕見てるだけですよ。え、流れからしたらトランプゲームでもするかなと思ったけど違うんですね。まあ、この人数でトランプゲームってなんかあんま面白そうなイメージないもんな。手品？このカード何？これはトランプ。これ一つでいろいろ遊べるんだぜ。あと漫画とかだったらこれを武器にする人とかたくさん出てくる。わあ、一枚一枚絵が違う、綺麗。はあ、トランプでそんなに早くやつ初めて見たな。好きなのを一枚取ってみろ。ああ、お前に見せないようにな。おっと、手品か。あとはほら、このペンで自分の名前を書くんだ。わかった。待てよ待てよ、FE の字覚えたか。まあ、前回のやつからさ、数年経っとるって設定みたいなのな。多分やけどな。多分やけどね。多分数年経っとると思うよね。だから多分その間に字は勉強しそうと思うやけど、いけるかな。 Z 押してさ、書けないみたいなこと言うたらさ、FE のこれまでの人生何に過ごしたん、何して過ごしたんだって言うけんな俺。あ、まさか本当に書いた、書けたんかい。今の何だった、今のうーって何だった、今の書けん時に言うやつじゃない、どう書けばいいかわからないみたいな時に言うやつちゃうそれ。よし、裏返したままこの手札の山に。いい子だ。あとはこれをシャッフルする。お、うまいな、さすが、すごい早い。あ、これ見たらさ、あんま前回の第1部の FE になったのはあんま年変わらんような見た目しとんよな。成長はしとんだと思うんやけどね、成長はね。好きな時にストップって言ってみな。ストップ。よし、お嬢さんが選んだはこちらのカードですね。あ、私が選んだトランプだ。 FE、これで FE になって読む？わからん。わからん。私が選んだトランプだって、なんか、特に何もしてないのに出てきたね。なら、成功だな。すごい、すごい、やったね。はは、そんなに喜んでくれると、こっちも嬉しくなるな。これはさ、親戚の子供に何か芸を見せるときのおじさんの感覚ですね。
あとお嬢さん、君の名前はエフィーナ。なら字を間違えてるぜ。やっぱりなんかこれでエフィーメタで読めるんかって思ったけどな。A だったんや、やっぱ。エフィーナだ。愛であるはずの部分が A だった。ちゃんと書けたと思ったのにな。勉強できてないね。まあ、ちょっとだけ進歩はあったね。一文字しか違ってない。一文字だけ間違えたってことはな、逆に言えば進歩にはなってるよ。前は全然書けてなかったもんね。少し間違えただけだ。次、間違えなきゃいいんだよ。うん。よし、このハートのエースな。エースは、エフィーナちゃんにプレゼントしよう。エース選んだんじゃ、ハートのエースとか、めちゃくちゃ可愛いチョイスしたな、エフィーナ。そういう感覚も、そういう可愛らしいチョイスができるようになったんやな、センス的に。名前書いたペンはこすったら消えるやつだから、気になるなら少し爪にこすべればいい。わーい、ありがとう、ルーカスさん。あ、ルーカスって名前だったな、そういや、忘れとった俺。ルーカスさん、その、ルーカスさんのその、継ぎはぎな傷は怪我？ん？これはおしゃれだよ。本物もあるけどさ、おしゃれでつけるってなんなん？なんなんそれ？なんか、ケム、なんか、日村剣心とか日村抜刀斎に憧れてつけたとか、そういうタイプのやつ？それは三浦春馬も喜ぶところです。そうなんだ。じゃあ、春。あ、三浦春馬って言うた瞬間、春って言葉が出てきた。あれってなって、若干あれってなった。どうも、おしゃれかな？流行ってるやつ？へぇ、あいつもやってんの。うん、おへその近くに次が廃棄があるよ。なんでおへそなん？ほら、なんか刺したやないか。なんかあったんやなって思ってしまったの。へぇ。ルーカスさんの本物の傷はどこで怪我したの？ああ、これは彼女に刺された。えげつないって、バイオレンスな彼女におったんやな、この人。まあこいつの性格だったらさ、そこまでバイオレンスな彼女が出来上がってもいいかもしれん。なんかセンスの彼女がバイオレンスな彼女になった瞬間っていうのがさ、こいつの目の前だったらあったんだろうな、見てしまったんだろうな。ほら、エフィーナがもう経験なしやけんな、こんな感じになってる。まあこんな経験したくないけどね。まったく普段は人からにうむるまってるくせに束縛は激しいし、他の女とは気軽に話せない。あ、なんか嫌なタイプやなそれ。いわゆる魔女ってやつかな。エフィーナちゃんはそんな女になっちゃダメだぜ。よくわかんないけど、わかった。矛盾ですね、それは。反復法ってやつかな。よくわかんないけど、わかったって。よく、わかったのか、わかってないのか。まあ、今度から使おうかな、俺も。なんか先生にさ、わかりましたかって言われたらさ、よくわかんないけど、わかったって言ったら、もう OK ですって言われるかもしれん。よし、それでいこう。そろそろ夜になるな。客が入ってくる。ああ、こういう酒のところはやっぱり夜が主なんやな。客がいる間はあまりフラフラせずに部屋でおとなしくしときな。はーい。よし、じゃあまたな。そう言われたらエフィーナは夜の状態でいろんなところに出歩きでやる。ん？うん？嘘？誰の？腹が減ってきた。なでもいいや、お腹空いたし食べちゃおう。デレレ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 レバグファイヤー。あ、先に向こうが攻撃してきた。素早さ足らんぞ。ポケモンで言うたら素早さって先手取るだけで、ね、もうどんだけ勝負が変わってくるか。おっと、レベルアップ。パク。ざわざわしてる。人が増えたからかな。ああ、回転しとけん。どうしよう。一回パパのところは戻ろうっと。よし、戻ろう、パパ。パパ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 パ。あ、待てよ。人が増えたってことはさ、回転しとるってことよな。仕事しろよ。このニート、ニートパパ、ニートパパめ。まあ、潜り込むんが、まあ、やりたいことは、まあ、潜り込むためにここ来たようなもんやけんな。時間になったな。俺は仕事の方行ってくる。あ、まだ仕事じゃなかった。ごめんな、なんかニートパパとか言うてさ、クッキングパパの要領でニートパパって言ってしまったな。私は何してたらいいの？知らねえよ。まあ、もう遅い時間だからな。やることのないなら先に寝てろ。パパ、花札とかやろうよ、花札とか。寝てろ、ほら寝てろって言われるわ、仕事なんだ。
ニートパパじゃないんだ。まあ、ウォーキングパパじゃ。はーい。間違って部屋の鍵閉めたりするなよ。俺が廊下で寝なきゃいけなくなるからな。見てみたいな。こいつが廊下で寝てるところ見てみたいな。これってさ、あ、イベント入りそうな気がする。セーブしとくべきだったかな。眠いな。もう寝ちゃおっかな。おっと、危な。やっぱ遊ぶーっと、ワールです、ワールです、まだ寝ないなんてワールです、ワールです、ワールです、えひー。よっしゃ、今回もキチガイになれたぞ。キチガイにな。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。しわげ。